皆さんこんにちは、岡田克也です。今日は桑名市そしていなべ市の企業団体関係者の代表者の皆さんに集まっていただいて会を開催させていただきました。密にならないように十分注意しながら行ったところです。思い出すと去年の5月頃、私も企業訪問などできませんでしたので、ずっと何百件か電話させていただきました。聞こえてくるのはもう受注額が5割減あるいは7割減になってしまったなどという悲鳴の声ばかりでした。その後自動車産業を中心に輸出が伸びてだいぶ落ち着きを取り戻してきたという状況です。最近またサプライチェーン、部品不足、半導体不足で自動車産業は大変ですけれども、多くの産業第5波の影響を非常に受けています。これからそういったところについてしっかり底上げをする、そういう政策が大事だということを改めて感じたところです。私のこのいる北西地域、桑名市や四日市中心とした地域ですが、自動車産業と半導体産業に対する依存はかなり強いです。いずれも日本の基幹産業ですし、それぞれ大きな問題に直面している。そういったことについて政治家としてしっかりと貢献していかなければいけない、改めて感じているところです。